お疲れ様です。今回はね、新潟ロシア村っていうところ、もうすでに閉園して廃墟になってるんですけども、Google マップでちょっと探してみようかなと思いまして、今回のこの動画にさせてもらってます。まあ、新潟ロシア村後で検索すると、左側の方にね、現地の写真と、それから地図の位置が出てきます。新潟の市内からは、ちょっと離れてるんですよね。で、会津、 西合津町とかね、あるわけですよ。この辺に。うん、こうやって、ダーッとね、流れてきて。あれ見失っちゃった。ここか。新潟の塩村ね。で、稲わしろ湖ってのがね、こっちの方にありましたね。どこだろうこれですかね。これじゃないか。これじゃない。稲わしろ湖ってのがどっかありましたね。福島県の。私ね、稲わしろ湖湖畔に一週間ほど泊まったことがありましてね。 で、そっから新潟ロシア村ってのはまあまあ距離があるなぁと感じてるところです。あ、これが稲芦湖ですね。これ、会津磐代山っていうのはこの辺あたりですかね。位置関係としては。郡山市があって、稲芦湖ね。会津若松、この辺ですね。有名な温泉街でございます。それから新潟のロシア村こちらにあって、新潟市内がこの辺りだということで、 まあこの辺りもね、ヘギそばを食べに来たことがあるかなっていうところですね。<laughs> まあ,あとね、会いたい人もいますんで。はい。それで、新潟ロシア村なんですけども、ここにクリックして、えっ、ー、と、こちら写真をちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じですねえ。私の写真をちょっと小さくしましょうか。これ、廃墟になった時の写真です。これもそうですね。あの、開園当時の写真ってのは、掲載されてないんでしょうか。あ、もうだいぶ荒らされてるみたいですね、これ。 事務所ですかね、これはね。はい。から多くのご家族連れをにぎわしたところだと思います。現在はこうやってソーラーパネル引いてるんですけども、あの冬の時期っていうのはね、これ全然発電しませんから、なんでこんなところにこんなことしちゃったんだろうなと思いますよ。1年の半分くらいは発電しないわけですから、これ多分儲からないソーラーパネルじゃないですかね。まあ、これを敷設した時は、 いろんな中抜き業者がね儲かったんでしょうけどね発電効率は全くないと思いますよまあ寂しい場所場所になってしまいました丸いホテルっていうのがあるんですねああ物悲しいですねこれだけの施設がこうやって放棄されているとうんなんて感じるものが多いですねロシアンファーストフードねロシアのファーストフードそういう呼び方なのかな ソーラーラパパネルが莫大あーパンフレットだいやーこれねー、うん、ああこういう風に見えたんですね当時、はい、どこもかしこも手つかずです一応なんかこう不法に入ることはできるみたいですけどもおすすめしませんからねこれ結婚式場かなんかじゃないですか、うん、テーマパークで結婚式を挙げられた方もいるんですよね天井もこうやってああバラバラに落ちてます これがレジカウンターですね再び事務所の産卵物でございますパンフレットロシアンビレッジ申請オープンしかし経営破綻かなわずああこれロシアの衣装こういうのはねなんか売れそうでもあるんだけどなどうでしょうかね、はい、いろんなアトラクションがありましたああんで天井がこうやって壊れるんですかね不思議ですよね 意図的に誰かを壊してんのかなはい。ありがとうロシア村という形でございます。まあいろんなことがありましたけども、こうやって終わっていくんですね。はい。寂しいことながら、ロシア村、終わりです。ロシアそのものはどうでしょうかウクライナ村ってのはできないですかね。はいじゃあ今回は以上です。